はい、ガチンコマッチョクラブの時間でございます。今回はですね、ミスター M さんが尾崎豊さんの15の夜に救われたというテーマでお話をしてくださいました。まあ、15の夜もね、やっぱり10代とか、まあ、場合によっては20代の、まあ、男の子、まあ、女性もそうなんですけどもね、男の子女の子が心にモヤモヤしたものがある多分時期だと思うんですよ。それをね、うまく言葉に当てはめてくれて、まるでね、歌詞の中に出てくる情景が目の前に展開されてるかのような生々しさ、リアルさを出してくれますよね。そして尾崎豊さんが言う言葉にはですね、やっぱりこの私たちがこういつも、なんか悩まされてるね、なんか大人たちを睨むっていうのがありますよね。大人たちを睨むっていうのはさ、どういうことなんでしょうか。私たちは少年でいれる時期っていうのはすごく短いんですよ。すぐに大人になってしまうんですよ。まあ、20歳が大人っていう考え方もありますけど、まあでも20歳前後をね、一人前の大人とした時に、私たちは大人たちを睨むっていうふうなテーマの中でね、なんかこう睨んでいられるのはほんの一瞬で、すぐに自分が睨まれる立場になるという、このなんかね、焦りといいますか、違和感というか、釈然としない思いというか、まあ、そういうところをね、歌詞に込めてるのかなと私は解釈するんですけども、まあミスター M さんがね、ホームレスをしてる時にこの15の夜をね、何回も頭でリピートして、それでこの歌に励まされ、あるいはね、知った激励されて今があるのかなと思うと、貴重な尾崎豊という存在であり、その尾崎豊の子供ともいえるこの歌の数々がですね、まさにそのさらに子供として、ミスター M さんはじめ私たちの40代のね、心に突き刺さるのかなと思いますけどね。まあ、でも尾崎豊さんの歌っていうのは最近でもね、10代の方とかがよく聞かれて歌ってるのを、私目にしたり耳にしたりするんですよね。まさにね、歌は世代を超えるっていうか、クラシックでモーツァルトとか、ジョン・セバスチャン・バッハとかね、私も聞きますけども、そうだ、いつまで経っても残るんですよね、きっと。いや、すごいなと思いました。はい、今回はね、筋トレとはちょっと違うんですけども、尾崎豊さんの15の夜について私もちょっとだけお話ししてみましたけども、きっとね、ミスター M さんもまだまだ溢れ出る思いがこの歌詞の中に、この歌の中にあるのかなと思っております。それではね、また新しい、這い上がる方法、アウトプットお願いします。ありがとうございました。